はい。皆さん、こんにちは。熊沢でございます。えー、本日はですね、プロレズロー HQ5.9K、えー、のプロレズで撮ってます。プロレズローで撮ってます、今日。急に撮りたいなと思って、YouTube 動画を、あのー、プロレズローで、はい、撮っていこうと、えー、思っておりますけど、皆さん、いかがお過ごしでございますでしょうか。はい。で、まあプロレズローで撮ってるのは全然関係なく、今日はですね、あのー、 S1H の持っているダイナミックレンジについて、えー、お話をしていきたいと思います。一応ストップ数で言うと14プラスストップというふうに交渉されているんですけれども、まあ皆さんその、まあプロレ、えっとね、これ S1H を僕が保有しているので S1H におけるお話なんですが、S1、それから S5 でもまあ同じことが言えるんじゃないかなと思いますので、まあご参考程度に えー、お話を聞いていただけたらと思います。ちょっと絞り替えていいですか。うん、こんぐらいかな。はい、ということで、ちょっと、まああのー、お話を続けていきますけれども、露出を取る際。 えー、いろんなメーターを見て露出が取れるっていうことは、以前、あの、露出決定のコツみたいなことで、えっ、ー、と、お話をしたことがあると思います。えー、ゼブラパターンを使って、えー、見ていく。それから、えー、ウェーブフォーム、ヒストグラムといったようなメーター類を見て、えー、取っていくと。まあ、この辺がまあ、王道かな。あと、スポット軌道メーターとか、まあ、いろいろなメーターを活用して、 え、それをモニタリングすることで、まあ、光の情報っていうのがどれぐらい入ってくるのかと。っていうのをね、チェックするっていう意味合いで言うと、まあ、すごく重要なことなんです。で、え、S1H に限ったお話です。えっと、これは僕が保有してるからという意味合いで。えっと、S1H で言うと、まあ、ウェーブフォームを表示して、えー、実際にカメラのセンサーが受け取ってる光情報の中で、センサーの性能として、 受け取ることのできる、光の、ま、回調ですよね。はい。それを、ま、どれぐらい今、あの、どういうふうにセンサーに光が入ってきてますかっていうのを、ウェーブフォームで確認することができるんですよ。で、僕は基本的にウェーブフォームを活用して露出を取ります。それ以外に、ゼブラパターンを使って、えスキントーンにどれぐらい、あの、光が入ってきてるんだろうっていうのとかを、ま、あの、チェックしたりとか。 えー、そういったことをやるんですけども、えー、っとですね、編集するときに、ファイナルカットだったりダ、ダヴィンチだったり、プレミアだったり、まあ、いろんな編集ソフトを使って、ポストプロダクションを皆さんされることと思います。で、ログで収録すると、要はその、センサーが受け取れる光の情報っていう、ま、器の中に、可能な限り、 すべてのダイナミックレンジを、えー、っと、詰め込んでおこうっていう考え方でログ収録をする、してるわけですよね。なので、そのレンジを、えー、っと、その映像表現上できる、最大のレンジ、まあ、ーから100%パーっていう、まあ、器の中で、えー、そのレンジを拡張して、 えーっと、コントラストをつけていったりとかっていうのをすると思うんですけれども、その編集ソフトの中でウェーブフォームとか、えー、出すことできるじゃないですか。で、それで見ると、まあ、0っていう加減から、えー、100という上限までの階調ですよね。これは10ビットも8ビットも、あの、限らず、この0から100という中で、えー、っと、表現をしていくわけなんですよ。えー、っと、REC709 の場合。で、えー、っと、これ、え、あのー、2020? レック2020の場合、ハイダイナミックレンジの場合は0から1000とかそういうレンジになるんですけど、この、えー、ウェーブフォーム、えー、編集画面上では0から100まで伸ばせるんですけど、センサーが持ってる性能のお話なんですよ。そもそものダイナミックレンジって。なので、収録段階で、えー、上が100、下が0って収録することが、その、 カメラ自体によってできるかできないかっていうのが、えー、決まってきちゃうんですよ。なので、えー、例えば、このカメラのセンサーは、えー、ダイナミックレンジが15ストップありますとか、えー、まあ、そういうのは、あのー、数値としてあるんでしょうけれども、そもそも自分で使っているカメラがどれぐらいのダイナミックレンジを、えーー、センサーがキャッチできるのかっていうのは、もう自分で判断するしかないんですよね。うん。 で、えー、それで僕がすごく、あのー、扱いやすいのがウェーブフォームなんですよ。はい。で、えっと、S1H はウェーブフォーム出すことができるので、S1H 側でもチェックできますし、まあ、今日当たり前ですけど、プロレスローで、えー、HQ で収録しているので、忍者を活用しているわけなんですけれども、この忍者でもウェーブフォーム出せるんですよ。で、本当だったらここにズバビョンとウェーブフォームをお見せしたいんですけど、 S1H 側で情報表示をオンにしても、ウェーブフォーム出せないんですよ。実際の、えっ、ー、と、露出を決めるシャッタースピードだったり、F 値だったり、まあ、いろんな情報っていうのは、以前出した動画のように出すことはできるんですけど、ウェーブフォームとかだけは、えっ、ー、と、忍者に情報表示をオンにしても、 記録できないので、忍者側で表示したものを皆さんに見ていただこうと、えー、思ってます。ここからちょっと iPhone も活用しながらやっていくんですけれども、えー、いいですかレックスタートということで、はい、今ね、ここに、これがウェーブフォームのボタンで、これを押すとウェーブフォームが出てきます。はい。で、えー、一番上が100、一番下が0ロ。 で、偶数で、えー、20%、40%、60%、80%というふうに出てるんですけれども、じゃあ S1H がどっからどこまで収録できんのかっていうのを、無理やりまず ISO 感度を上げていって、どこまで収録できるのかっていうのを見てみたいと思います。はい、ISO 感度を上げていきます。どんどんハイライトの上の部分っていうのが、この辺ね、伸びてきますね。で、これを ってこう上げていくじゃないですか。で、無理やり上げていくと、もうこの辺から潰れてっちゃうのわかりますはい。もうこれ以上は記録できないっていうラインなんですよ。で、これよーく見てもらうと、まあ80、80%と100%の間の、まあ、四分、下から見て4分の3ぐらいの位置だと思うんですよね。で、これ S1、H 側で見ると、 90%の点線と100%の実線の間なんですよね。だから、えっ、ー、と、上ので言うと95%までしか記録できないんですよ。だから僕以前の動画で90%の、えー、と点線のあたりぐらいに収まるように撮りますって言ったのはこれが理由です。上のダイナミックレンジパツパツ100まで入んないんですよ。 はい。じゃ、今度、どんどん暗くしていきます。位相を、今、操作してるんですけど、ガンガン、一番、今、えー、ログの640にしました。今度、えー、さらに絞っていきます。絞っていくと、どん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 下が潰れていきますよね。はい。これも、えー、0%と20%の間の、ちょい下ぐらいだと思うんですよ。 で、S1H 側で見ると、これどこだえー、っと、10%の実践よりは下。だけど、えー、っと、0%の実践よりは上っていうぐらい。だから、10%よりは下。なんだけど、0まではいけないってことなんですよ。なので、 まあ僕、そのまた以前露出決定のコツみたいなところでお話ししたんですけど、僕が S1H を使って収録するときは、下は10%の点線で収まるように10、10%の点線より上で収まるように収録しますっていうふうに言ったんですよ。これ下についちゃうと、要はもうこれ黒つぶれ、情報、黒の会長が残ってないっていう状態なわけですよね。 で、逆もまたしっかりで、まあ、今記録してるんで見てもらってればね、わかると思うんですけど、これっていう状態は、もう上の白の階調っていうのが存在してない部分が出始めちゃってるっていうことなんですよ。なので、えー、っと、上は90%以内、下は10%以内で収まるような、えー、っと、露出の取り方を僕はしていますよっていうのが、あの、その時の真意です。 いかがでございますかこれが S1H のセンサーが持っているダイナミックレンジです。その14プラスストップって、ストップ数って僕らって実際にじゃ調べて、あの、この下はこれぐらいの階調まで映ってます。これは 上はこれぐらいの階調まで映ってますっていうのは結構実験して、いろいろ調べてくださっている方っていらっしゃるんですけど、じゃあ自然界において、自分たちが目の当たりにする光景の中で、そういうストップ数っていう概念ないじゃないですか。で、その時に、ヒストグラムを使って、ヒストグラムでも一緒です、実際は。あの、見方は。うん。下どん,どんどんどん露出下げてって、潰れる範囲ってどこなんだろう。どん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 張り付いていっちゃうだけの、 ポイントってどこなんだろうそれはハイライト側でも一緒でどんどん露出を上げていって張り付いちゃうポイントってどこなんだろうっていうので、そのカメラが、のセンサーが持っている、えー、光を、光の領域、まあ、階調ですよね。を感じ取れる。要はそれが、それがダイナミックレンジってことなんですけども、そのダイナミックレンジは、えー、例えばヒストグラムで、あるいはウェーブフォームでどこまでの範囲だっていうことなんですよ。 それを知っておかないと、えー、いくらログで撮ったところで、会長を活かした撮影なんてやっぱできないんですよね。うん。 で、えっ、ー、と、これが、マイクロフォーサーズの GH5S だったりとか、GH5 だったり、GH5M2 だったり、BGH1 だったり、まぁ、あ、BGH1 で13ストップとか、VlogL、マイクロフォーサーズの g h 5系であれば12ストップとか、まあ言われてると思うんですけど、これも、実際に、ご自身で、チェックしてみないとわからないんですよ。うん。で、僕が GH、 5S とか4とかを使ってて感じるのは、上はね、多分85%まで。だから80%ぐらいのハイライトで押さえておかないと飛びます。うん。多分下も10%か15%ぐらいの、えっ、ー、と、アンダーラインで引いておかないと潰れる。うん。どうしてもね、S シリーズの14プラスストップの、まあ、フルサイズセンサーよりかは、どうしてもね、あのー、レンジが狭くなってしまうのはもう必然なので、 っていうことで、これは、あの、パナソニックのし、あの、ルミックスシリーズだけにとどまらず、ソニーだろうが、キャノンだろうが、ニコンだろうが、富士だろうが、えー、アリだろうが、レッドだろうが、えー、どんなカメラでも、今このデジタル時代であれば、センサーベースで、えー、光を感じてますから、えー、っと、外部モニターの、こういう、ウェーブフォームとかヒストグラムの機能でもいいし、カメラ内でそれを見ることができるのであれば、えー、ま、映像でも写真でも実際は一緒なんですけど、この、 おー、会長が、どれくらい、その、感じ取ることができるセンサー性能を持ってるのかっていうのを、ご自身でチェックして、映像収録に、えー、活かしていかないと、えー、ポストで持って帰ってきて、後でレンジを狭めるんだ、広げるんだとか、コントラストつけるんだとかってやって、じゃあ、ローコントラストな絵を得ていこうか、って言って、どんなにシャドウを持ち上げても、そこに情報が残ってなきゃ意味がないわけですよ。 で逆もまたしっかりでえ白の会長が残っていなければどんなにこうちょっとクリーミーな感じで灰を落としてクリーミーな感じにしても青空と雲のそのディティールの差が見えないんですようんでもともとハイコントラストに撮ろうと思ってるから 黒は潰れても OK っていう撮り方はなしではないし、逆もまたしっかりでハイコントラストだから空が飛んでも OK だから、もう白飛びしても OK 収録時点でっていう考え方もなきにしもあらずなんですけれども、でも雲のディ,ィディティールは見せたいわっていう、えー、ハイコントラストの絵とかもやっぱ存在するので、そこは気をつけてあの収録するのがまあ一番いいんじゃないかなと僕自身は思ってます。 だその昔8ビットのえと収録の時とかっていうのは、ログとかでも露出オーバーメル取っておくといいよっていうのは黒の会長を残しておきたかったからだったりするんですよね。ハイライトの方は結構会長 あの、撮れるんだけど、ローの方は、後で持ち上げると、シャドウがひどい。あの、シャドウがひど、あの、ノイズがひどくなってしまうから、あらかじめオーバー目に撮っておいて、えー、シャドウを持ち上げた時のノイズ対策として、で、えー、っと、あとで重心を下げていく。で、ハイライトは、えー、っと、ノイズリダクションとかかけちゃうみたいな。まあ、そういうね、あの、撮り方も一時期あったんですけれども、オーバー目とか、えー、アンダー目っていうのは、 あの、あくまで、カメラ側の露出系のお話だったりすると思うんですよ。そうではなくて、純粋にウェーブフォームだったり、ヒストグラムだったりっていうのをすでに搭載してくれてるようなカメラが最近多いので、それで、えー、今、撮ろうと思っている構図の中に、どれぐらいのレンジがあってっていうのをウェーブフォームで確認して、上はどれぐらいで収録するのか、下はどれぐらいで収録するのかっていうのを、こう、見定めていく。で、場合によっては、 あの強い光源をもうちょっと切ることができたら自分が欲しい絵の中で最適なダイナミックレンジを収、あのー、確保できるのになっていう場合には、えー、その強い光源を切る形で、えー、構図を取ったりとか、えー、していくことになると思うんですよ。で、場合によっては、えっ、ー、と、ブラックプロミストのような、えー、コントラストを下げる、えー、フィルターとかを活用することによって、さらにコントラストが弱まるので、 レンジが広くなっていくわけですよ。それをこう収めていくとか、えー、そういうやり方でもって、えー、映像の構造を撮ったりっていう工夫もしていかなければならないので、そういうところが、あのー、映像収録には重要かなと、えー、思っておりますよということで、ダイナミックレンジぜひ皆さんも気をつけて収録してみてはいかがでしょうかということで、えー、ぜひためになった方、えー、チャンネル登録と評価よろしくお願いいたします。 はい。そしてツイッターとインスタグラムのフォローもぜひよろしくお願いします。気になったことがあればぜひコメントで質問だったりご指摘だったりいただけたらと思います。それではまたお会いしましょう。熊沢でした。